はい、皆さんこんにちは。今回も OHOL ワンアワーワンライフやっていきたいと思います。現在ね、久しぶりにね、週末イベントが行われてますね。今回はね、ソロで挑戦するタイムアタック企画ということで、オムレツ、シチュー、すぐりパイ、うさぎ人参パイ、ポップコーンをね、作る速さを競う的な、そんな感じのね、タイムアタックがありました。多分今現在私世界一速いスピードを持っていると思うのでね、どんな感じでやっていくかもね、ちょっとやってみようかなと思います。まずはね、右下にね、トウモロコシがあるんで、それをね、早く取れるのが大事なんだけども、横画面でやるのが初めてだから感覚が分かんないっていうのがあるけども、生まれようとしています。まずはトウモロコシを取って、上のこのこれをパッ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 とやって、よしよし、まあ、とりあえずここまでがね、できれば OK ですね。ふーさ、そしたらまずはウサギをね、回収していきます。その間にね、火をつけていきますかね。メイン日はちょっとこの辺に置いておきますか。それじゃあ、よいしょ。いや、今回はほんとね、待ち時間、トウモロコシが乾燥するまでに4分かかるらしくて、そしてシチューが完成するまでに30秒かかるらしいんだよね。だもんで、どんなに早く作ったとしても、チートを使ったとしても、チートを使ったとしてもっておかしいかもしれないけどね、4分30秒ぐらいね、時間がかかる的な、そんな感じのゲームになっているんでね、だいぶね、タイムアタックのその範囲が少ないっていうのかな、4分35秒6秒7秒を競い合う的な、そんな感じのね、ゲームになっていますね。よいしょ。ってことで、まずはね、パイを作っていきます。パンパンとやったら、すぐりパイと人参パイじゃなくて、うさぎ人参パイを作るんだけども、うさぎ人参パイって確か回復がね、10いくつかとか言ったと思うんだけども、すぐりパイは回復が結構少ないんだよね。だもんで、一番最初に食べるときは、うさぎ人参パイを食べる、先に食べる的な感じのことをすると、一気にね、両方食べられるから、ちょっとね、時間短縮になるような気がするけども、そんなことあんまり気にしなくてもね、いい的なところまであるから、あんまりこれね、そこまで考える必要があるかどうかは正直分かってないですね。そうしたら、ここまでやったら、今度はシチューも作っていかないといけないので、よいしょよいしょよいしょ、豆を作って、まあ、この辺もね、そんな、時間通りにやんなくても大丈夫ですね。結構猶予はあるんでね。そしたら、まずはベリーパイを食べてから、うさぎ人参パイを食べます。そしたらそしたらね、これでオムレツを作っておきます。さあ、そしてここでまた新しく火をね、追加しておきます。火はね、つけてから消えるまで3分間あるんで、まあ、トウモロコシが出来上がるまでに消えちゃうってことは多分ないでしょう。ってことで、かぼちゃで、これでオムレツ先食べておきましょう。かぼちゃ、これこうして、2分22秒、にゃにゃにゃんですね。あ、なんか変なの取っちゃった。で、かぼちゃを、カクコーンとやって、シチューを持ってきて、シチューじゃないけどね、これここ置いて入れます。よいしょ。そしたら、丸石でこれをカンカカンカカン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 とやって持ち帰って、これは普通にシチューを作るときと同じですね。よいしょ。水を取って入れて、ここ、こん中へ入れて、これはね、ここに置いておきます。そしてこれをここに置いて、水をここに置きます。こうすることでね、何ができるかというと、ここに立ってね、動かないでね、さっ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 さと全ての作業ができる的な、そういう作戦ですね。そしてちょっと大きくしていきますかね。よし。この状態で、トウモロコシが乾燥したら、この中に入れて、火打ち小石と持ち替えて、カカカってやって、シチューの中に入れて、水をシチュー入れて、シチューを右に乗せるという、この作業を早くやります。さあ、緊張の一瞬。まず、トウモロコシが変わった瞬間を、タイミングよくやんないといかんからね、変わった瞬間をしっかりと見ないといけない。カモン、変われ、変わる、変わる、変わらん、変わらん。待ちましょう。よし、変わった。ああ、早い、遅い、遅い、ポン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 とやって、よーし。まあ、だいぶ早かったかな、多分。ただね、4分36秒はちょっときつそうな感じはしたね。これでポップコーンを食べ、ああ、カーってやっちゃった食べたということにしてください。で、最後にね、シチューを食べます。ついね、カーってやっちゃうんだよね、これね。これでね、4回くらい失敗したか、私ね。これ、シチューが出来上がったら、食べる。どうしよう、これで36秒。あ、4分39秒。まあまあまあ、うん。まあ、だったらいいや。こんな感じでね、ご飯を食べて、クリアしていきましょうというイベントでした。最高記録4分36秒、今現在、1位なんでね、このまま1位を守り抜いて、まあ、トップタイになるかもしれないけどね、4分35秒の壁はだいぶ厚いと思うからね、1位を守り抜いてもらえたら嬉しいです。ってことで、本編をどうぞ。
生まれようとしています。あーっと、まあ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 、細かいすぐり無関係。私はこれ男の子っぽいかな、なんか鼻水タイトルみたいな感じだった今玉ねぎ剣士、おー、なるほどな、 FF3 ですね。玉ねぎ剣士、お、すぐりが綺麗に並んでますね、素晴らしい。そしておーおーおー、あ、パイヤさんも綺麗、あ、あれ、そして、あ、めちゃくちゃ発展してる。これは発展してますね。何やろっかな、発展してるか、何でもできると言っても過言ではないからね。ポップコーンおばあちゃんだよ。あ、今度ポップコーンおばあちゃんがいる。ポップ、ポップコーンおばあちゃんだ。ポップポップ、うめうめうめ、ポップコーンうめうめ。おお。もう離乳食がもう食べられる私。うめ、ポップコーンうめうめ。さあ、だいぶ平和そうな村だね。ポップコーン作るの楽しい。せやな。音が気持ちいい。せやな。ポコポコポコつぼんね。さっき作れなかったからね、言うてね、私ね。パチ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 。違う違う違う。ポコ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 だよ。ポコポコ。ポコポコってなる。ポコポコって。ポコポコか。お母ちゃんいい子だ。ポコポコに変えてくれた優しいのこの子な。食料減ってきた。あ、マジか。焼くか？パイ。パイたくさんあるからね。うん。使わなきゃ。私なんか笑っとるが。髪もポップコーンよ。ほんとだ。髪もポップコーンだ。ポコポコしてる。ポップコーン屋さんの娘だからね。あ、おばあちゃんか。じゃあハートマーク、かわいいおばあちゃんですな。だこラストお願いします。ママありがとう、行ってくるね、ありがとうね。さあ、そしたら鉄がどれぐらいある？あ、鉄結構あるね。うわ、もう焚き木運びもめちゃくちゃしてくる感じだね。そしてここは多分すぐりのやつを入れる場所だ。すごーい、簡単に入れられるように一列でこうやってやってんだね。なるほどね。そしてオムレツ屋さんができるぐらいの卵がたくさんありますね。ご飯も大量にある。牛がここで飼われていて、牛も牛乳も飲むことができますよっていう感じになってますね。え、エンジンどうなってるかな。エンジンちょっとエンジン見てこよう。見た感じもしかしたらエンジン作ってないかもね。エンジン作りでもしようかな。それじゃ今回、あ、お墓も普通にあってすごいね。発展してますな、素晴らしいですな。で、デカめの支柱畑があって、ボイラー付きのはありますね。ってことは石油そもそもまだ取ってない感じか。お、あ、すごい、ゴム屋さんもあってだね、素晴らしいですな。なんでこの周りすぐり植えてるんだろう、これ。なんか意味あんのかな、ちょっと私はわかんないや。下に行くと何があるんだ。あー、あーあー、なるほどな。もう遅かったか。あー、これはやられてるね。また探すしかないね。次行こう、次ね。しゃないしゃない、そういうあれか、そういうあれだね。これなんでここにあるんだろうね。謎だが、うわあ、なんか死んだガンが大量にいる。悪魔がおる。悪魔がおった、この村に。怖い。わあわあ、そこは中で死んどるが。完全に呪われそう、これ。間違いなく呪われるね。じゃがいも畑がなさそうだから、じゃがいも畑作って、じゃがいもでも、ちょっと育ててみようかな。じゃがいもって結構ね、スコップ使うからね。まあ、ある程度発展しなきゃダメなんだけども。まあ、こんだけ鉄あるし、1個自分で自力で鉄を持ってくとか、そういう感じのことをするのもありだからね。ちょっと自力で集めてこようかな。あ、待って待って、ホームマーカー、ホームマーカー。遠くに行くときはね、ホームマーカーが大事だからね。しっかりとホームマーカーをつけておきます。お、なんか落ちとる。よいしょ。おーっと、なんかパイが落ちてる。調理済み羊パイが2個落ちてますね。これはでもゴムを取るとき用の非常食的な、そういう可能性もあるか。ちょっと1個だけ残しておきましょうかね。あ、そして羊のやつ、皮がここになぜかありますね。いろいろ遺品が落ちてそうな感じだね。ちょっとこれは持って帰りますか。あ、結構近かった。ちょこっとだけこのお仕事をしていって、これがね、終わった頃には多分15歳になってると思うから、馬でね、鉄探しができるという、そういう感じですね。よいしょ、ほいっと。はい、まあ、とりあえずこっちはオッケー。そしたら、ロープ1本もらいましょう。よいしょ、ロープもらいます。あれ？ここにたくさん木があるけども、木工用のアイテムがないぞ。ナタがねえぞ。あ、でも、長縄はある。けども、ナタがねえ。おや？ちょっと待って、これ、ここ置いとくか。あ、ここにあった、ここに。なるほどな。よいしょ。これ、もともと上のものじゃないかな、多分。ここにあっても、邪魔な感じがするか、ちょっと上持ってくか。多分ここを木工班にしてたと思うから、こっちの方がいいよね、きっとね。遠綿畑のね、横に木工班があるっていうのね、すごくいい感じで、これね、遠綿畑もすぐ近くにあるんだよね。まあ、というのもね、木工班で遠綿を使うことが結構あるもんで、そのことを考えたら、遠綿畑の、じゃあ木工班の横に遠綿があった方がいい的な、そういう感じ。ってことで、
ロープゲットして、バケツを作って、一旦ここ置いてご飯食べて、そうしてこれをここはやって、こっち入れて、よし、じゃあね、サクサクっと鉱脈探しても行きますかね。ツルハシとカゴとカゴと、あとはご飯ちょっと一個もらっていきましょう。お皿を開始して、ご飯をゲットして、よし、じゃあ行きましょう。下の方に向かいます。早いとこ見つけてジャガイモやりたい。うわー、ものすんごい量のバナナがある。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,19 個ぐらいあるんだけどやばい。池三連星、雪雪岩雪岩。卵がねあるんだよね。だからもうここら辺までは来てるってことだと思ったら、うわーたくさんあるから取りづらいんだが、言うてここ降りてカゴを持ってこうやってやれば安全に取れますよと。わーっと、なるほど、これはいつの死体だ、わかんないけどもいっぱい持ってこうとはしてたんだね。どうしよう、これ時間が余ったらちょっと持って帰る的な感じのことをしてあげたいね。あーしゃい、鉱脈発見、素晴らしい。ここで多分馬閉じ込めもできそうだね。よーし、これはいい感じの場所があったぞ。ってことで、よいしょよいしょ。さあじゃあ今日も京都でね、鉄を。うえー、なんで荒野にもいるんだ。あ、荒野にもいるのか。荒野にいないものだと思ってた。完全にいないものだと思ったからびっくりした、今。ここにいたのね。なるほどね。そして馬がね、待ってくれてる。完全に馬待たせ用の砂漠だね、これね。素晴らしい。よし、ご飯食べて、これやって。よーし、じゃあ今日の鉄。まずは1山目。はい、オッケー。そしたら2山目。はい、オッケー。3山目。15個か。まあ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 。悪かない、別に。あと2山だから、4カゴ持ってくれば OK だからね。まっすぐ上に行ってどこに行くかを見てから確認しようかな。おー、鉄がここにもある。はい、まっすぐ行ったらこの辺ですね。タール溜まりがある場所ですね。了解了解。こっからさらに左にまっすぐ行きましょう。そしたらまあ、とりあえず鉄持ってきたから、よいしょ。これと、これで、一回ここ置かせてください。おおおおお、ちょっと待って、びっくりした。ちょ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 、カゴ回収して、ここ置いて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 、カゴ入れて、カゴを4つにして、よし行きますか。ご飯ちょっと怖いけども多分大丈夫。まずは右に行きます。はい、タール発見。ここからまっすぐ下に行きましょう。砂漠があんまりなかったからね、結構サクサクっといけると思う。さあ、これがあるからもうちょいですね。うーい。怖い怖い。馬だから大丈夫。うーわ、めちゃくちゃある狼。やばいな、この量の狼は。すごいね。ただ、あれ？鉱脈が見つからないぞ。あれ？おかしいな。あれ？おやおやおや？結構ちゃんと分かりやすいように来たはずなのに。あーだだだだ、オッケーオッケー。よいしょ。さあ、そしたら、ファンファンファン、持ち替えて、ファンファンファン、持ち替えて、ファンファンファン、持ち替えて、ファンファンファン、ご飯を食べて、入れて、と。よーし、帰りましょう。こんだけ持ってけばね、趣味やってもいいでしょう。はーい、帰ってきました。鉄を大量にね、持ってきたので、村のためのお仕事はこれで大丈夫そうですね。ただ問題は、人いるかな、今。大丈夫かな。娘が果たしているかどうかなんだけどね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、そう、はい、そう、はい、そっと、はい、オッケーですね、これで。さあ、あとはね、あそこにあった遺品とか回収したいのもあるんだけども、多分あそこまで行くのを連れて行くのはかなり厳しいと思うからね。ちょっと、諦めますかね、あそこはね。そして、まずはとりあえず、ジャガイモをね、ゲットしないといけないんだけども、スコップだよね、スコップを持っていけば大丈夫。あ、あったあった、野生ジャガイモ。よいしょーと、スコップでね、回収すると、このね、野生ジャガイモの塊茎を取ることができます。そしたらスコップは返して、でこれがね、レシピブックを見ると分かる通り、あ、このまま植えられますね。そっかそっか、じゃがいもが取れた後がちょっと大変的な感じね。土を4つほどいただき申して、ただいま、まあ、この辺にちょっと作っていきますかね。じゃがいも畑、じゃがいも畑ってね、
土をね2回だか3回だかかける必要があるからね、ちょっと若干普通の作物とはね違うところがあるからね、そこちょっと気をつけないといけないってことで、よいしょよいしょってやって、じゃがいもを植えます。そして水をゲットして水をかけます。まずはこれ待ちましょう。そしたらその間にあそこにね、まあじゃがいも屋さん用のかまどがねあってもまあいいかなっていう感じはするので、粘土あるかな、どこか足がちょっといくつか取られてるとこがあったと思うから、スコップをゲットして足取りでも行くか。普通にあるわここに。せっかくだからちょっと紹介したいから、これをねこうして、まあ、これにできますよね。それプラスね、まあ、スコップを使ってね足を破壊すると直接ね取ることができます。あ、ていうかできてますね、ジャガイモ植物。こうなったらね一回ね土入りのボールをね混ぜます。上からかぶせます。これを上からかぶせて、これでね積み上がったジャガイモになります。こうするとねまたねジャガイモが成長して的な感じになるんでね、また成長するのを待ちましょう。まあせっかくだから板も張っていきますかね。それじゃあね、まあそんなにたくさん張ってもね邪魔になっちゃうかもしれないから、3個だけでいいかな。そうしたらかまどをここに作って板をここにはめ込んでいきましょう。そいそいそい、はい、こんな感じ。さあそしたら積み上がったジャガイモ、こっからねジャガイモがまた成長するのを待つんだけども、ちょっと時間かかりそうだねあ、いいですね、ジャガイモできてますね。成熟したジャガイモが出来上がります。これをねシャベルで回収するとジャガイモをね取ることができます。こう生のジャガイモを焼くことでベイクドポテトを作ることができるんだけども、今回ちょっとジャガイモをね3つまで増やしていきたいので、よいしょよいしょ、ジャガイモをね増やし方ちょっとねやっていきます。まずこう生のジャガイモ、水色のバケツに入れることでね水の中のジャガイモに変えることができます。なので水入り棒の中に入れます。するとねこんな感じでね水の中のジャガイモになります。これをねずっと待ちます。するとねこういう感じで、芽を出したジャガイモになります。こう芽を出したジャガイモに対して火打ち石でカカカッとやると割れたジャガイモは芽になります。これがね植えることができるので、これをまたここに植えて水をあげて的な、そんな感じでね増やすことができます。じゃあせっかくなんでもう一個やりましょう。水を取ってこん中入れて、芽が出たら火打ち石でこれをパカーンとやって、これを植えて蜜をかけます。はい、 OK ですね。こんな感じで増やすことができました。そしたらねこの残りのやつはよいしょよいしょよいしょってやっちゃって、またこれで耕して的な感じで3個のものをねローテーションしていく的な、そんな感じの流れでねやっていきましょう。さあこの人生終わるまでに果たして石焼き芋どれぐらい作れるかな。たくさん作れたらいいんだけどね。さあ芽ができたのでよいしょとかぶせます。さあ左も芽が出たのでこれをかぶせて、そしたら焚き付け先に持ってきておきますかね。焚き付けを入れてと、ついでに焼く時のためにちょっとじゃがいもをよいしょこの中入れておきましょう。ほい、さあ真ん中も出来上がったのでかぶせてと、あとは待つだけですね。積み上がったじゃがいも、はいよ育って、じゃがいも早く育てんのまい。あー育った、よかった、よし OK ですね。そしたら2、3、4、5個カゴに入れて、よいしょ。あとは左の子が出来上がれば OK だね。なんとかギリギリ間に合いそうでよかった。今何歳？ 53 歳。はい、左も出来上がりましたね。ってことで、1、2、3、4、5個ってことで、これをこん中に入れて、はい、これでちょうどね、4つのカゴ出来上がりましたね。あとは火をつけましょう。ジュボボボボボボ、火をつけて、あとはパイと同じですね。火が消えたらこれを入れるだけ。よいしょ、焼いて、お、お、押していっちゃった。焼いて、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 はい、焼き芋12個出来上がりました。じゃあせっかくだからいただきます。ベクトポテト。あー、うめえ。そしてね、これをね、こんな感じね、すべて入れていきます。よいしょ。はーい、焼き芋屋さんの出来上がり。石焼き芋、焼き芋、早く来ないと行っちゃうよ。絶滅してる。